今年で私も23歳、乃木坂46かきはるか、あるものを思い切って購入、もう一個深めたいなと思って。4月25日放送の東京 FM、スクールオブロック内の、乃木坂ロックスにて、乃木坂46、かきはるかが、この春から始めた新たな挑戦について語った。番組内で、リスナーから寄せられた、この春から挑戦したいこと、もしくはもう始めていることはあるか、そういった質問メールを受け、さきは、春だからメイクをピンクにしてみたり、私、黒い服ばっかり着ちゃうから、爽やかな服着ようと思って、今日もデニムの服で着てみたり、春を楽しもうとはしてたりと切り出した。続けて、あとは、絵を描くとき iPad、タブレットで描いてて、ずっと液タブ、液晶タブレットが欲しいって思ってて。でも、高くて、めちゃめちゃ高くて、どうしよう、なかなか一歩踏み出せないな、って思ってたんですけど、もう今年で私も23歳。ちょっと大人のステップ踏もうと思って、液タブを買いましたと明かした。さらに、やっぱり楽しいこと、自分の好きなことをもう一個深めたいなと思って始めましたね。でも、そういうちっちゃいことの積み重ねで、ちょっとずつ大きくなっていくのが私には合っているかなって、いきなり大きいことをボンじゃなくて、ちょっとずつ変化させていくのが合ってるかなって思ったので、始めましたねと話していた。